吉田さん、髪の毛は生えた方がいいですよ。やっぱ髪の毛薄いと寂しいじゃないですか。なんか元気も出なくなるじゃないですか。まあ、あのブルース・ウィリスぐらい生き切っちゃうともうね、堂々としてるもんですけども、なんかその自分的にも他人的にも髪の毛は薄いとちょっとかっこ悪いっていうイメージがね、どうしても払拭できないところがあって、かつてね、そのネルトン形式の出会いパーティーをテレビで企画したのがあって、高校生ぐらいで見てたんですけども、それがですね、ハゲの人でも OK っていう女性と実際にハゲてる人の男性を30名30名でなんか募集したらしいんですよ。で、これどうなってたんです？結論、番組成り立たずに流れたんですよ。っていうのが、男性の方はね、700名ぐらいの方が希望を出してくださって30名に絞ったんですけども、女性は問い合わせが1件だけだったそうです。まあこれが女性のね、正直な気持ちなんだろうなと思いますけどね。だからね、どんな人格だろうがね、どんなに稼ぎがあろうが、どんな生い立ちがあろうが、ハゲてるだけで全否定っていうね。ちょっと前にはなんていうんですかね、人権がない、身長が170センチなかったら人権がないみたいなね、人を言った人がいましたけども、まあそういうふうな判断基準があっても仕方がないんですけども、それはね、拡大解釈して女性が全員そう思ってるみたいなことを言い始めた人もいたんですけども、その人一人がそう思ってるだけだってね、それは思想の自由、言論の自由の間で収めてもらってもよかったんじゃないかなと思いますけども、なんかそのいわゆる大炎上したらしいんですよ。何でもかんでも大炎上と言えばいいと思うんじゃないんですけどね。だってこう、今日もね、ちょっとヤフーのコメントを見たんですけども、あのなんか900件コメントがついてても大炎上じゃないそうですよね。でも5件コメントがあっても大炎上っていう表現もあるし、つまり大炎上っていうことによって本当に炎上さそうというね、そういうせこい根性があるんではなかろうかと思います。まあね、何を見るかによってなんですけども、そのネットではこう言ってますよって言ってもね、じゃあネットの情報全部見たのかと、反対方向の意見もあるだろうみたいなことなんですけども、とかくテレビっていうのはね、すごく断片的にしか語られないのと、その展開して見る聞く読むっていうことが視聴者にないんで、じゃ あ今回ね、髪の毛のない人を募集とか、髪の毛がない人でもあのお見合いしてもいいですよっていう女性募集みたいなのやりましたけども、いやでもね、トータルのスペックで募集したのかってところあるじゃないですか。まるでこの企画が流れたことは、あのますますね、あの頭の薄い男性を貶めるような結論になったし、それから女性はね、そういうふうに思ってるんだっていうような先入観を植え付けることにもなって、何もいいことがないんで、なんかね、これはあの企画がお流れになりましたっていうのを、女性が問い合わせ1件しかなかったみたいなことをね、喧伝する必要はなかったのかなと思うんですよ。なんかすごくひどい番組だなと思いましたね。まあ島田紳助さんならやりそうだなと思ったんですけどね、はい、それでも吉田さんまだね、手遅れじゃないんで、治療に専念してもらいたいなと思います。歯の方もそうですけども、ちなみに神サプライズっていうね、あの医療器具があるんですけども、それを使った私の塾生さんがいらっしゃるんですが、その人もね、髪もうスカスカで薄かったんですよ。吉谷さんなんて考えられないぐらいもう薄く薄です。もう地肌が見えてる人で、もうモヤモヤで、もうチリチリでね、そういう人が髪サプライズを1回受けたら、次の日には髪の毛がね、ちょっと生えてきて、その写真もあるんですけども、なんか今はふさふさなんですよ。ちょっとね、動画探しますんで、もし見つかったら概要欄に貼っておきますね。それじゃあ。